え皆さん、こんにちは。どう伝える非常時の日本語での情報提供という話題でお話をしていきます。専修大学コミュニケーション学部の安部隆人です。えー、私の専門は社会言語学というものなんですけれど、社会言語学の目的というのは大きく2つあります。えー、1つは言葉の運用に関わるルールを炙り出すというものです。 例えば、ラヌキ言葉というものがありますが、どうしてラヌキ言葉っていうものは生まれたのか、どんな風に広がっていっているのか、そんなことを対象にするのが、丸一番ということになりますで。今日この後お話をしていくのは、丸の二番、言葉に関わる社会問題を解決するというテーマです。 言葉に関わる社会問題というのは非常に多くのものがあるんですけれど、社会言語学でよく取り上げられるのは、例えば言語や方言が消滅するという、そういう問題であるとか、公用語や国家語の選定に関わる問題です。日本の場合には公用語や国家語の選定というのはあまり問題になりません。国会で使われる言語は日本語だし、学校の国語という授業で教えるのも 日本語ですけれど、国によってはこれが問題になってくる。場合によっては戦争が起こってしまうなんていうこともあります。それから三つ目、在日外国人の児童の言語教育に関するような問題もあるでしょう。あるいはミスコミュニケーションですね。コミュニケーションがうまくいかないということに関する問題もあるかもしれません。例えば若者が言っている言葉を高齢者が理解できないとか、 医者が言っている言葉が難しすぎて患者がそれを理解できないというような問題があると思います。こういうものを解決していこうというふうに考えるわけです。さて、それで今回取り上げますのは、緊急時、特に災害の時なんかの日本語を母語としない人向けの優しい日本語というものです。災害時に日本語を母語としない人、 特に日本語能力のそれほどレベルが高くない人に対して、どのように情報提供をするべきか、そのために何をするべきなのか、何ができるのか、何をしなければいけないのか、そんなことを考えていきたいと思います。優しい日本語というもののきっかけは、1995年1月17日に発生した、いわゆる阪神・淡路大震災というものです。 大都市直下を震源とする戦後日本で初めての大きな地震でした。震度7、マグニチュード7.3で多くの方が亡くなったり怪我をしたりしました。午前5時台の発生でしたので就寝中の人が多くって、家屋の倒壊による圧死なども数多くありました。それから地震の後の火災による被害も甚大でした。そんな中で、 外国人と日本人の被害の差というものを見てみようと思うんですね。こちらのグラフは100人あたりどのぐらいの方が亡くなったのか、怪我をしたのかということです。左側の方は死者です。日本人は100人あたり0.15人。外国人は100人あたり0.27人と大体倍ぐらいですよね。右側の方、負傷者です。 100人当たり日本人が0.89人に対して外国人は2.12人と倍以上という結果になっています。どうしてこんな被害の差が生まれたのかというと、言葉による情報を十分に得ることができなかったからというふうに考えられます。 じゃあ、英語で情報提供すればよいのかということに考えてみたいと思うんですが、最新のデータです。在留外国人の数、上位5カ国を挙げてみました。トップは中国104万人、2位が韓国48万人、以下5番まで挙げてありますけれども、他の国も含めて総計は約365万人います。 こちらの方を見ていただいただ,いただけでもわかると思うんですけれど、英語を公用語としている国というのはあまりありませんね。えー、先ほど見ていただいた国のうち、英語を公用語とする国の人というのは全体の4%程度しかいません。 英語ネイティブでなくてももちろん英語を理解できるという人はいるでしょうけれども英語は世界共通語というふうにまで言われますが少なくとも日本においては実は少数派なんですね英語による情報提供だけでは不十分ということになります実際ですね阪神・淡路大震災が発生したとき、 えー、数時間経って、ようやく英語による情報提供というのが始まったのですけれど、当時の兵庫県の外国人の総数が8万人に対して、トップは韓国、えー、5万8千人ぐらい、えー、中国1万人ぐらいというふうに、こちらの方を見ていただいても、やはり英語圏と言われる人は多くありません。じゃあ、 他言語に翻訳すればいいのか。災害情報をすべての外国に提供できれば、もちろんそれが一番いいことではあるんですけれども、そこには問題があるんですね。なぜかというと、災害時の情報というのは、情報を補ってやったり、逆に引いてやったりという解釈が必要になるからです。どういうことかと言いますと、次のスライドです。 こちらはですね、日本語教師のコメントです。私は大学の授業の中で学生たちと一緒に優しい日本語というものを使って資料を作るということをしています。で、その作ったものを日本語教師に、外国人に日本語を教える先生ですね、その方に外部評価してもらっています。その時に日本語教師の方からこんなコメントをもらいました。 当たり前になっている文化背景であるとか知識を元に書いていませんかとそれを意識する必要がありますよっていうんですね。例えば地震が起きた窓を開けろというような資料を作ったとします。でも日本人でも地震の避難訓練を受けたことがなければ何のために窓を開けるのかがわからないということがあるかもしれない。その時に窓を開けろだけ言われてもその理由が伝わらなければ 行動にななげられいいいととううこともあるんんじゃでですすかって言うんですね実はこのコメントをくださった日本語教師の方というのはあまり地震の起こらない都道府県で生まれて育ったものだから大人になるまで地震を想定した避難訓練というのを受けたことがなかったそうですしかし火事を想定した避難訓練というものは受けたことがあって火事の避難訓練というの 受けたことがある人は分かると思うんだけど、火事のときには窓を開けちゃだめなんですよね。空気を取り込んで余計にボーボーと燃え上がってしまいます。ですから、地震を想定した避難訓練を受けたことがないこの方は、大人になって地震を想定した避難訓練を受けるまで、受けたときにですね、どうして窓を開けなきゃいけないのかということが分からなかった。そういう人は他にもいるんじゃないだろうか。 そういう情報まで伝えて初めて行動につながるんじゃないでしょうかということを教えてくださいました。コメントの続きですが、また地震が起きた時の連絡する方法を確認というふうに言われたとしても、地震で電話がつながらないということがよくあるということであるとか、まあ、そういった時のために伝言サービスが提供されているということ、そういった知識がないと、たとえ 語彙や文法の意味が分かったとしても文全体の意味が分からないということになってしまうかもしれないということなんですね。えということで当面の間災害の情報というのは私たち人間が解釈をしながら情報を付け加えたり引いたりして資料を作っていくってことが必要でしょう。 実は優しい日本語というものの作成というのは単語や文型を機械的に逐語的に置き換えていく翻訳していくという作業ではなくて解釈を加えながら作っていくという作業なのです優しい日本語というものは国籍も言語も異なる多くの外国人被災者に対して迅速にそして正確にさらには簡潔に 災害情報を伝えるとということになります多くの人が理解できる優しい日本語による情報提供というものが必要で簡単な日本語による情報提供というものが現在のところ最も効果が大きいということが分かっていますこの優しい日本語というものが対象するとする方というのはどういう方かというと旧日本語能力試験の三級程度 に合格している方現在の JLPT という試験の N4 に合格しているくらいの方までを対象としています。平仮名であるとか簡単な漢字を理解することができるレベルで一般によく初級終了程度というふうに言われる方々です。 優しい日本語というのは、阪神淡路大震災をきっかけに始まりましたので、もう四半世紀の歴史があります。日本の多くの地域で実際に活用されてきています。地域防災計画の一つとして、優しい日本語を使った避難誘導標識を設置するような自治体も出てきました。主に公的な機関を中心に、この活動は浸透しつつあるという状況にあります。 例えば2012年には東京都であるとか大阪府が地域防災計画の一つとして優しい日本語で情報提供することを決めました市役所や区役所図書館のような施設の案内でも優しい日本語を活用する例が多く見られるようになってきましたこの優しい日本語というものは作成するときにルールや目安というものがあります 今日はその一部分をね見てみようと思います。例えばこんなルールがあります。覚えた方が良いものは使うというルールです。当然語彙は簡単なものを使った方がいいわけですけれど災害時によく使われる言葉や知っておいた方が良いと思われる言葉は難しいものでもあえてそのまま使う。そんなルールがあるんですね。 日本語に不慣れな人にとって難しいと思われる言葉でも災害時にはよく使われるということがありますよね。知っておいた方が良いと思われる言葉はそのまま使って、その言葉の後にカッコでくくって言葉の説明をつけてやる。そんなことをするのが良いでしょうというんですね。例を見てみましょう。例えば、 消防車という、えー、この言葉。漢字がちょっと難しいんですね。初級終了程度ですとね。えー、しかしながら、消防車とそのまま使って、火を消す車という説明を後ろにつけてやるとか、余震、後から来る地震、避難所、逃げるところ、炊き出し、暖かい食べ物を作って配る、津波、えー、高い波、えー、といった、 言葉をを補ってて情報を提供しいいここううということですあるいは、カタカナや外来語はなるべく使わないということにしようというルールもあります。なぜならば、外来語は言語と意味や発音が全く違うというものが結構多いんですね。例えば、日本ではライフラインという言葉がよく使われます。 電気、ガス、水道などの生活に必要な設備のことを指していますよね。しかしながら英語では命綱を意味しています。外国人には誤解されやすいものですね。ダイヤル。これ英語とはかなり発音が違っていますので、外国人には伝わりにくい。あるいはデマ。これも災害の時にはね、大事な 言葉だと思いますけれど、ドイツ語の単語を省略した言葉ですから、日本人以外には伝わりにくいということがある。ですから、カタカナや外来語はなるべく使わない方がいいというルールが設定されているわけです。あるいは、擬態語や擬音語、いわゆるオノマトペというようなものも使わないようにしようというルールがあります。えー、日本語で使用される 擬態語例えば、めちゃめちゃとか、ドキドキ。えー、あるいは、擬音語、どんどんとか、ガシャンというようなもの。日本人よく使いますけれど、日本語話者以外には伝わりにくい表現です。非常に難しいものなので、使用を避けようというようなルールが設定されています。あるいは、一文に主語と述語は一組にしよう。 いうものもあります。ですから、長い文は分割してやろうというわけですね。そうすると、結果的に短い文が生成されます。文はや,やはり短いよりも長い方が難しくなりますから、簡単な短い文を作ろうということですね。例えば、余震が起きる恐れもあるため、余震に対して十分に注意してくださいっていうのは非常に長いので、主語と述語を一組にして、 余震、後で来る地震に気をつけてくださいというシンプルなものにしようということです。あるいは、動詞の名詞化表現は動詞分に変えてやりましょうというんですね。動詞の五感部分を名詞化したものというのは非常にわかりにくい。できるだけ動詞分にしましょうというんです。もちろん、レベルが高い日本,、えー、日本語学習者であれば、 これは難しくないかもしれませんけれども、えー、レベルがそれほど高くない学習者にとっては難しいものなので、揺れがあった。この揺れという部分が名詞化されてますよね。これを動詞文に変えて、揺れたというふうに言い換えてやりましょうというルールです。他にもいくつも、えー、ルールというものがあります。こちらの方は、二重否定は避けようというんですね。 通れないことはない。使えないわけではない。というような二重否定の表現は混乱を起こしやすい。え使わないようにしましょう。というんですねえ。通れないことはないだったら通ることができます。ってことを表しているわけだから矢印の右側のようにしましょう。使えないわけではないというのは使うことができます。というふうに表現しようということです。 他にも表現を統一しておこうというものがあります。例えば、指示を出す表現。これは災害の時にはね、たくさん使わなきゃいけませんよね。この時に、〜何々しましょうではなくて、〜何々してくださいという表現を使おうというんです。どうしてかというと、〜何々しましょうというのは、指示以外にも勧誘の意味もあるんですよね。一緒に〜何々しましょうという意味です。 こちらの方と誤解されないように、何々してくださいという方を使う方がいいですよということがルールとして決められています。ですから、例えば、手を洗いましょうというのではなくて、手を洗ってください。逃げましょうではなくて、逃げてくださいという表現で指示を表現するわけです。他にも、例えば、漢字にルビを振る。 というようよなルールルーもあありりまますすてての漢字にルビー振をっ例えば漢字の上にね頭とか上とか木というようなルビーをつけることもあ,ありますし上にルビーをつけることが難しい場合には漢字のすぐ後でカッコで区切って頭上木のように表現してやるというえこんなルールが設定されています。 こういった優しい日本語を使いながら学生と一緒に優しい日本語の資料を作っています。例えばこれまでやってきた活動としては先週大学の大地震対応マニュアル。これは優しい日本語ではなくて普通の日本語で作られているマニュアルですけれども、これを優しい日本語バージョンで作るとか、あるいは東京都が発行している東京防災という冊子を優しい日本語で作っていくというようなことをしています。 作った後で日本語教師の方に外部評価してもらってその資料を修正して完成させるという活動をしています。